河津桜の新芽の成長などを促すため、河津町で今日、余分な枝を切る剪定作業が行われました。この剪定作業は、河津桜の保護育成にあたる河津桜森人の会が行っていて、今日は会のメンバーなどおよそ30人が参加しました。樹木入りから剪定における注意点が説明され、メンバーは古くなった枝や密集して光が入りにくい部分の枝を丁寧に切っていきました。幹の中まで光が入らないので、入ることによって大きな桜の 花が咲くという、きれいな花が咲くという、2つの効果が出てくると思います。今回切った枝は東京電力が所有する車で細かく砕かれ、町内のブルーベリー園で利用される予定です。河津桜祭りは来年2月1日から始まります。